さて今回取り上げます単語は、シミーですね、シミー、メールなどでね励ましてくださる、まあ、苦情を言われる方もいるんですけれども励ましてくださる方もいるんですけども、何かあまり使わない単語とかちょっと珍しい単語ばかり取り上げているんじゃないかという指摘もあるので確かにそういう気もするんですがね、またもっと一般的な CBMP とかですね、そういう技術点単語、それからまあ足型の名称とかね、そういうのもまたどんどん紹介したいと思います。まだ今ランダムにですね、まあちょっと、気になった単語とかねパラパラと見返して、気になっているような単語を取り上げております。シミーというのはですね、ここにイラストが書いてありますように肩を揺する、まあ、動作のアクションでジャズとかですね、もうラテンとか、いろいろ取り上げられ、取り上げられてるんじゃなくていろいろ登場しますね。まあスタンダードではですねホールドしてますのであんまり肩を揺すると変な感じがしますのであまりありませんけども、そういう風に一人でね踊るラテン的なダンス、サルサとかリンディホップとかでもやられますね。これは大元の意味としては第一次世界大戦後に流行した肩部や腰部を激しく揺すって踊るジャズダンスの名称、ジャズダンスの種類の名称なんですね。現在においてはラテンやサルサにおいて体の他の部分は動かさずに肩部のみを激しく揺する動作のことです。ちなみにラテンなどで時々見ますけども、そのももとかお尻あたり腰部をね揺するヒップシミーというのもあります。動作そのままの名称で、ショルダーシェイク、つまりシミーという名称ではなくて、ショルダーシェイク、シェイクは揺するということですからね、ですから、ちょっと揺れましたねカメラがね、ショルダーシェイク、肩揺すりとも呼びます。小林秀夫先生のダンス運動にも取り入れられておりますのでちょっと有名な言葉ですね、ちょっと細かくなって恐縮ですが詳しいサイトから引用すると1920年代頃から流行した肩や上半身を揺さぶるダンスのこと、まあ、揺さぶるというか揺すぶるですね、このダンス英単語辞典の筆者も結構細かくハマっちゃうんですね。こう調べることにね、下着やスリップドレスを意味する、これはシミーズというやつですね、シェミーズと読むんですかねこれはね、これは昔の人は知ってるシミーズというものは女性の下着のことですねが語源と言われ、ギルダ・グレイという歌手がスリップドレスで、まあ、この動きをするとシミーズが揺れたからなんでしょうかね。シミーの動きをすることからその名前がついたとか、シミーシャウォブル、ウォブルというのは揺れるとかですね、グラグラするという意味ですね。I wish I could shimmy like my sister Kate、これはですね過去じゃなくて仮定法過去ですね。I wish、 wish は希望するということですから、何々ということを希望する、しかもこれが過去形ということは実際はですね、こうできないけれどもできたらいいなということなので、この場合シミーというのは動詞としてシミーをする、揺するという動詞ですね、なのでお姉さんでしょうかね、妹でしょうかね、お姉さんケイトのように、私のお姉さんのケイトのようにシミーができたらいいなという憧れですね。実際はこれできないわけですね、など曲名にもなり、その歌詞がこのダンスのことをよく表しています。I wish I could shimmy like my sister Kate. Shimmy like jelly on the plate. これは、お皿の上の、これはゼリーというやつですね。果物の、このゼリーのがプルプル揺れるようにね、shimmy ができたらいいなと。My mommy wanted to know last night why all the boys treat Kate so good. これはどういうことでしょうね。マミーは、母ちゃん、お母さんですね。私のお母さんは、昨日知りたがった。こういうことですね。なぜ、すべての少年たちはケイトをそんなによく扱うのだろう。モテるということかな。ケイトはどうして少年たちにモテるんだろう。Everybody in the neighborhood says she can shake it might good. これは、まあどういう意味でしょうね。また英語に詳しい人ね。この it might good。メインの過去形ですが教えてくださいね。近所のネイバーフードは近所ですね。近所のエブリバディ、誰もが、本当にそれを彼女はうまくシミをするんだよっ
ということを言ってるんでしょうかね。ケイト姉さんみたいに男たこの子たちにチヤホヤされるような市民ができるようになりたいという歌詞からはセクシーな動きをイメージしますが、当時はカップルダンスとしても踊られていたそうです。こういうのを興味持った人はネットでね調べるといいですね。ちなみに、ジャズとかリンディホップの世界ではシムシャムというタップダンスのルーティンのことをシムシャムシミーと呼んだりします。これはダンス教時代ハッピーフィート、幸せな足とでも足型とでも言いましょうかね、のから引用しましたそうですね。で別ですけども、さらに一般的なね使用法として、これはどういうことかというと、シミーというのは日常生活ではあまり聞きませんもんね。ダンスの用語としてもあまり聞きませんけどもね。ただ技術的な言葉として、バイクや自動車をそれこそ時速100キロを超える高速で運転したときに、前輪などが、ガタガタ激しく揺れる現象をシミー現象というそうです。私も100キロ以上で高速道路をドライブしたときにこういうことをね、ちょっと感じたことはあります。以上、シミー、もしくは、ショルダーシェイク、肩ゆすりでした。ではシミということですが、これはこういうことですね、こういうふうに肩をゆする動作ですね。これをですね、簡単に解説しますと、結構難しいかもしれませんね。例えばですね、この準備体操などするときに、はい、手首をプラン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 しましょうと、こういうようなことをしますが、このとき、例えばですけど、こういう上下運動を例えばします。で、それをすごく早く、こういうふうにいつもコントロールして動かしているわけではないんですよね。こういうふうに、たらんとしておいて、それを、ある意味、ここら辺をブラブラブラとすると、こういうふうに、ふりふりふりと、余韻に揺れると言いましょうかね。影響で揺れるというか、そういう感じになるので、肩も結局はですね、ちょっと分かりやすい斜めから見ますと、例えば前に出す、反対を前に出す、左を前に出す、右にこう前に出すということを意識して早くやるわけではないんですね。確かに最初はそういうふうにしてするんですが、結局はこのちょうどこの腕とかね、足首をプラプラとやるように中心をちょっとぐっと固めておいて、それを最初こういうふうにゆらゆらしておいて、それを力を抜いた状態で芯のみをとこういうふうにするんですね。そうするとここら辺が今お見せしたようにと動くので、こういうのを、例えば、ね、音楽に合わせたりとかすると、揺れるようになるということですね。ちなみにサルサなんかではワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブンとこんな風にね、使ったりとか、チャチャチャとかルンバとか、ルンバはちょっと合わないかな、サンバとかね、そういうのに、結構、デモとかですね、そういう競技会とかで使われる感じですね。シミ、ショルダーシェイク、肩揺らしですね。先ほどのはですね、シミでしたね。肩を揺するシミというのでしたが、これにそう、深く関係はありませんが、同じような体のね、どこか場所を使って、楽しくおちょくったように何か固形ティッシュな動作というかね、そういうようにこの、これ見たことありますかね、こういうの、ですね、これですね、これは、ビーズニーと言いますね。ビーズニー、膝の開閉ですね。こういうふうに膝を閉じたりね、するときに手をつけるとなかなか大変ですけども、ビーズニーというのはですね、ミツバチ蜂の2ですから膝ですね。2というのはニードロップとかプロレスで言いますが、膝のことは2と言いますね。これはいろいろ語源とかね、説明があるんですけども、ビーズニーというのは最高のもの、すごく素敵なものという意味で、例えばそうですね、クイックステップというね、社交ダンスのクイックステップでは、クラッカージャックという超一級のものという、またこう半分続行のような感じですが、クラッカージャックというのがありますが、それに似ていて、ビーズニーというのは最高のもの、素敵なものという意味なんですね。これはどういうことかというと、このミツバチは蜂を集めてるので、その膝にですね、もうブンブン飛んでる蜂が膝にその、蜜がいっぱいつくわけですね、ベタッと。考えてみるとちょっと気持ち悪い感じもしますけど、
で花から花へ飛び移るのに蜜がいっぱいつくわけですので、まあその蜂の膝 B、ビーズ2ですね、B の2にはですね、そういう蜜がいっぱいいつもついてて、まあ、美味しいから、まあ、素敵だというね、あまりね、うん、普通ばっか考えて蜂の膝素敵だとは思いませんけどね、まあ、でも美味しい蜂蜜がついてるならそれはそれで素敵なのかもしれません、まあ、それかですね、こういうふうに、動く膝のですね、蜂 のように蜂がブンブン飛ぶようにこうブンブンとね、騒がしく動くので、まあ、蜂の膝に似ているという、蜂のような膝といいますかね、2ですもんね、共通ですからね、だからそこから来ているのかもしれません。ちなみに、まあ、もっと違う何かこういう揺らすようなね、風に膝をグラグラさせるのを、ウオブル2とかウオブリ2とか言うんですけども、時々あのウオブル2と言ったりすることもあるみたいですね。このね、では、ね、これを少しだけ解説してみたいと思います。ではこれはですね、ね、立ったまますると、ね、このバランスが大変なので、最初の練習をする人は、ね、むしろ座ってするといいと思いますね、こういう感じでしましょう。顔は多分映ってないと思いますが、ここね、こういうふうにしてまず膝のこう、ね、開閉をしましょう、女性はあまりスカートではやらない方がいいと思いますよ。こういうふうに、ね、開くと簡単でございますね。とこういうふうに手を当てて、まあ、一緒に開く、で閉じた時に手も移動させて、もう簡単ですね、見て覚えられるでしょう、ね、ただなかなか最初こうはいきませんので、一種のパズルみたいなものですから、で膝をこうやって膝も一緒にいこうとしてこっちゃになったりしますな、まあ、これは何が面白いかって、結局こういうふうに、開いて閉じますよね。であたかもこの、ね、この膝がもっとこう深くまで反対までね、例えばこっちの左の膝が今こう閉じましたが、次に手をこうやってするので、もともとこの左手を左膝についてたわけですから、これが左膝になっちゃったかなみたいに見えるわけですよね、突き破って反対側みたいに見えるので、まあ、練習の仕方としては足を開くパターンもあれば閉じるパターンもあるんですけれども、まあ、閉じられて閉じてした方がいいですね、1、2、手を変えて3、4、手を変えて5、6、手を変えて7、8ですね。なかなか最初は大変ですが、のんびりしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、一種の頭の体操にもなりますね。で、こんなふうな感じで、ね、できたら、今度は、立って、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、こんなふうに動いていきましょう。二つ目の単語は、スポッティングですね。スパッティング、これはちょっと N はなくてもいいんじゃないでしょうかね。この N と N はこの、の右側をビヨーンと伸ばしたような発音記号はですね、これは N と G の合いの子ですね。この EFG の G と、まあ、N という形を合体させたもので、んーというふうに、んーというグではなくて、んーという、まあ、いわば鼻の母音という微母音みたいにして抜けていく場合ですね。ですから、んーという風に切れるのではなくて、んーという風に、ぐが少しだけ入ってくるような感じですね。ing はみんなそういうような感じになりますもんね。ローマ字的に読むと、イングとなるわけですけども、これはあくまで、子音だけですから、母音の u を伴うとぐですけども、母音のうは伴いませんので、んーですもんね。これは何かというと、スポットというのは、スポットターンのスポット、それから場所ということと、あと、まあ、目撃するとかですね、そういう意味がありますね。見抜く、見つける。まあ、そこに焦点を当てるという意味からね。これはイラストのように、ここにちょっとイラスト後で見せましょうね。のように、例えば3ステップスピンや単純にスパイラル回転をするときに、視線、目線ですね。これを同じ、目の高さくらいの何かの固定物。例えば、ここに書いてあるように、まあ、前の壁の写真とか、窓枠の一部とか、ね。まあ、しかし、競技会などで実際ダンスを踊る場合は、例えば相手とかですね、そういうものは実際あるかどうかわかりませんので、まあ、慣れてくればなくても、一瞬にしてその空間の部分を、固定してね、そこにパッと、例えば観客の誰かとか、もっと高い天井のどこかとかですね。
固定して、すなわちそこをしっかり見て、そして回転後も頭部のみをいち早く回転を終えて、すぐさま同じ固定点を見るようにする、焦点を合わせるという動作です。後で実演したいと思います。こうすると、あたかも目と固定点が、つまり目とこの見たところですね、見つめたところが鉄の棒で結ばれてでもいるように回転が安定します。スポットというのは、パワースポットとかね、心霊スポットという、私大好きです、心霊スポット。でも皆さん心霊スポットは遊びで行っちゃいけませんよ。動詞で、名詞でもね、もちろん場所とかそういう今言いましたパワースポット、地点とかね、場所という意味ですが、ありますが、動詞としてもね、英語は同じ形で動詞として使うことがありますので、何々を見抜く、見つける、目星をつける。まあ先ほども言いました、何か特定の場所ということから、その特定の場所を、固定するとか特定の場所を見つける、印をつける。まあ、そんなような意味から、ある何々場所を、見つける、目星をつける、見抜くというような意味ですね。という意味ですが、ダンスではその部分を見つめて固定するという意味に、まあ、用いられているということですね。イラストはこれですね。まあ、実演しながらね、説明したいと思います。3ステップスピンなどで回転するときに何か固定物を見て回転後もすぐにそれを見ると。こういうことをスポッティング、ING 形ですね。スポッティングというわけです。まあ、ラテンなんかでは重要なテクニックですね。上級者はこういうことをしてより回転を安定させています。そうですね。この人形のようにですね、まあ、回転することも可能ですね。回転ですからやっぱり芯をシャキッとしてこうねぐるっと回転するということは重要ですね。芯がしっかりしないと例えばスパイラルをしてもですねこのようにぐにゃっとなってしまいますから、まあある程度といいますかねシャキッと、ね、シャキッとしてそしてシュッと回るということが回転には非常に重要になってきますね。でさらにですね、スポッティングのことですけども、例えば、でも今のようにですね、まあ、シャキッとして回ったとしても、そうすると結局は頭と体は人形のようにすれば一緒になりますから、こういうふうに同じふうにね、どの瞬間も、要するにこういう自由度はありませんので、どの瞬間もガチッと固めたままになるので、まあ、例えばスパイラルでも、ねこういうふうに視点が定まらない面もありますね。視点というのは、というか風景はこう回転すれば走馬灯のように動きますのでこれを一歩さらに発展させて、スポッティングということになるわけですね。つまり、ここに道という、ね、のがあってありますが道、ダンス道路でございますが例えばここを見てそしてこういうふうに回転する、解説するとちょっとややこしいですが、例えば回転を始めたとしますがいきなり頭を回さずに体だけをこうずっと回してもう、ね、これ本当は残したいぐらいですけどこのまま残せないところに来た時にシュッと頭だけを回転させてこれを見ます。つまり体はまだ回転の途中なので少し遅れて回転が行われるというちょっとなかなか考えると大変なのでね、ある意味ウサギとカメさんみたいな感じでまあこの場合はウサギの方がずるいというか通常この話ではねカメさんの方がいいわけですけどもでも今の場合はむしろウサギの方がいいわけでカメさんがのんびりこうね回転をずっとしておりますがウサギさんはまだ出発しないんだけど途中からシュッとウサギさんはスピードがありますから早く回転しても目的地に着いちゃってなのにカメさんは後からやはり後から遅れて到着する早く出発したのに後から遅れて到着するということですね。もっと分かりやすく言えば例えば今一時ジャストに胴体は回転を始めたとします。そうすると、頭首はですね一時25分から10分間でシュッと1回転したとしましょう。ですけども体の方はまだ1時から始まってようやく2時に回転が終わるという状況ですね。
僕も集中しないとできませんが、グーン、こういう感じですね。左もやってみましょうかね。ギュー、まあこんなのが、あ、まあスポッティング、今のはちょっとこの体と顔のね関係まで説明してるんで、スポッティングと、外れるもっと発展した面もありますけど、まあスポッティングは簡単に言えばこう見て、でまたそこを見ると、こういうことだと思えばいいですね。ちなみに応用として女性がファンポジションなんかに開くとき、ルンバですね、ルンバで開くときに、まあ、当然ですけど、2、3、4、1と、まあ、こういうふうに、ファンポジションのように3歩、2、3、4、1とありますけれども、これを、今のこのスポッティングというよりもね、この頭の方を先に回転するということを使うと、このようにできるわけですね。2、3、4、1。競技選手なんかはこういうことをされるわけですね。ノーマルにしても、2、3、4、1ですから、これでももちろんいいんですけども、これすらしないと、2、ね、割と、のんびりになってしまいますが、これはまあ、もちろん普通に踊るとき、ソーシャルで踊るときとか、メダルテストで踊るときは、これで十分ですね。変なことはしない方がいいんですが、競技会ともなるとですね、例えば今お見せしたように、2、4-1 というような感じで、2-3-4-1。だから体の回転に対しては途中からパッと頭のみを素早く回転して止めるということですね。これは、まあ、男性のスポットターンの場合はほとんど一緒ですけども、ね、女性のスポットターン、男性の4-1-2という感じで、違いますね、スポットターンは戻らないといけませんね。使えるんじゃないかと思いますが、まあ、とにかくスポッティングですね。同じとこ、3ステップターンなので、同じとこを見て、回転して、また見れば、目と底があたかも、棒がね、紐でつながっているようになりますが、見ないと結局は視線がキョロキョロして、定まらないということですね。